ブリトニー・シンプソンはアメリカ合衆国出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーはマシュー・ブラックマー、ネイサン・ミラー。2011年ジュニアグランプリファイナル3位。1996年アメリカ合衆国コロラド州、デンバー生まれ。5歳の時にフィギュアスケートの衣装が着たいという理由でスケートを始めた。2008年にネイサン・ミラーとペアを組み、2009年。 全米フィギュアスケート選手権、ジュニアクラスで4位となる。国際スケート連盟基準の、ジュニアクラス出場可能年齢13歳に達した翌2009から10年シーズン、ISU ジュニアグランプリ参戦し、ファイナルに進出。全米選手権、ジュニアクラスでは2位となり世界、ジュニアフィギュアスケート選手権にも出場した。2011年に新たに、マシュー・ブラックマートペアを組み、 ジュニアグランプリに参戦。バルティック杯で優勝、タリン杯で2位となり、グランプリファイナルでも銅メダルを獲得した。全米選手権はジュニアクラスで2位。しかし世界ジュニア選手権ではジャンプで転倒する通して10位に終わった。2012から2013シーズンは全米選手権のジュニアクラスで優勝するものの、世界ジュニア選手権は2年連続で10位。 2013から2014シーズンは、ロステレコムハイへの出場を予定していたが、海戦筋鍵板と、上唇チビル部の手術のために危険。12月2日に、ブラックマーとのペアを解消した。ICENETWORK.com。2012年3月4日閲覧。ラン。ブリトニー、シンプソンマシューブラックマーエンドパートナーシップ。ありがとうございます。